鹿児島県薩摩蒸気屋のカスタ丼。あ、ちょっと気になりますね。カスタ丼？カスタ丼、ちょっと教えてもらっていいですか？お、これはですね、うん、たっぷりのカスタードとふんわりスポンジが最高なんですと。なるほど、カスタードってことだね。カスタードなんだ。で、多分丼物じゃなくて、あー、うん、そっちね。鹿児島だからなんかそうっぽく言ってるみたいな感じなんだよね。おい丼、うん、おい丼ね、おい丼みたいな感じ。なるほど、カスタ丼ってことかな。カスタ丼、はい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 、うん、石川県に出稼ぎに行っていた頃、どうしても食べたくて母に送ってもらったほど私の大好きなものの一つです。あ、三者の皆さんに知っていただきたくお便りさせていただきました。機会があれば鹿児島に桜島でも見に来てくださいという。カスタ丼、カスタ丼、カスタードか。なるほどね。どうなの、甘いものは。いや、そういうの結構好きですよ、僕。ああ、じゃあこれ結構いいかもね。カスタ丼、カスタ丼。ちょっとメモっといて。あ、メモっといて。あれだからね。カスタ丼で、うん、予測、その後にあの、萩の月が出てくるけど。あ、う、あ、ん。そっち系なのかな。まあ、そんなに、あれだとは思うけど、うん、どうなんだろうな、萩の月、まあ強いね。鎌倉カスターとか。あーあー。なんかああいう系なのかな。うん、 あの画像見ました。あ、こういう、あれ、うん、こういう、あれこういうやつ、なんかあれだな、食べたことある、食べたから俺これ好きなやつだぞこれ。うん、お前が食べたのは多分、うん、萩の月、うん、多分萩の月だと思う。萩の月かな、 あの旅館とかに置いてるやつ。あ、ホテルとか、まあまあ、あるっちゃあるかもね。うん、あれ俺食ったことねえかな。いや、でもカスタ丼は初めてか。カスタ丼は初めてだな。あれでも、え、同じ味？そんなことないね。同じ味のわけねえだろうよ。まあだから、うん、なんだろう、何かしら違いはあるのかな。分かんないけど、どうだろう。でも逆にそれを気になって、まあ、でも気になる、まあ確かに気になるかな。そうですね、気になりますね。ちょっとっていうか比べてみたいけどね。うん、比べてみたい。萩の月と萩の月と、うん、萩の月ではないね。萩の月ではないよね、名前が違うんだから。そうだよね。なんか俺食べたことあったような気がしたな。なんかカスタ丼？カスタ丼。福岡にもさ、こんなようなのなかった？ないか、あれは違う。いや、なんかこれ食べて、うん、あれ萩の月っぽいっていう話したら、うん、なんかバトルが始まったような気がする。うん、おー、じゃあカスタ丼は、うん、カスタ丼は何年だよ？うんみたいなので、あ、なるほどね、発祥のね、発祥のね、こっちが早いよと。萩の月はだってこんぐらいだよみたいな。どっちが早いとかはちょっと、うん、まあこの際言わないけど、うん、はい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 、うん、なんかそんなんで争ってたような気したな。じゃあちょっとやめとこう、それについて言及するのは。そうだね、うん、まあ、まずいだってコンビニの話も出てきててさ。あ、やめろやめろ、セブンのやつと味似てるって書いてある。やめろやめろやめろ、バカだな、同じなきゃねえだろ。あー、そうですか。じゃあ次いきますよ。はいはいはい、アリンコさんの、うん、これは品名でいいのかな、一流庵冷凍具沢山ご飯4種。あれ、え、具沢山ご飯、具沢山ご飯、なんだろう、釜飯みたいな感じなのかな。どうなんでしょうね。ちょ、一応聞いていいですか。一応聞いて、俺もちょっと聞きたい、ちょっと一応聞きたい、うん、一応聞いていいですか。これ店名がちょっと読み方わかんないな。唐辛子の唐辛にふさで米の殻って書くんだけど、うんうんうん、これなんて読むんだろうね。一粒あんっていうのは一粒の、あん、うん、一粒のあん、あん、あんはこれいおり、なんて読むんかな、うん、ね、うん、4種っていうのは、うんうん、ちりめん高菜玄米ご飯、あ、鶏ごぼうおこわ、桜エビと高菜ご飯、ほう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 、鶏そぼろ寿司各 125g が125、うん、お米屋さんが冷凍後解凍しても美味しく食べれるように、うん、それぞれ佐賀県のお米をブレンドしているので、ほう、ご飯はもちろん美味しく、具も4種類それぞれ美味しくて、ちょっと小腹が空いた時、お腹がペコペコだけど引きこもりたい時にレンチン一発ですぐ食べれるのがおすすめ。レンチンでいけるの？レンチンでいける。あれ写真見てるけどうまそうだな。あ、ほんと？マジちょっと写真俺も見たい。特に私のお気に入りは桜エビと高菜ご飯です。
エビの香ばしい香りと高菜の相性が最高で、ご飯もふっくらでとっても美味しいですって言ってるよ。あーこれはね美味しそう。あ本当？ちょっとまだ画像俺も見て、俺画像見たい。俺もね知らないんだ。貼りましょうか。じゃあ、これはうまそうだね。あーなんかベロ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 って言ってる。なるほど。あーお茶漬けじゃないのか。うん、なんかお茶漬けにしてもうまそうだね。ね。あーそう。あーそう。美味しそうですね。これは美味しそうですね。あーあー。なるほどなるほど。パッケージもなかなかいいですね。あーいいですね。そのままいけそうだもん。あーなるほどなるほど。これいいですね。これなかなかいいですね。ちょっと待って、ダッシュでいくらなの？冷凍具沢山ご飯4種。チリは。一流は蘇我さんの、うん、牛トロフレーク行こう。じゃあ行こう。行こう。これはだってすげえな。行こう。これはこれ行くしかない。3つ来てるからね。うん、3つ来てる、うん、これ行くしかないよ。これ行くしかねえわ、まあ、みんな皆さん言ってくれてるんですが、うん、例えば北野もこやんさんは、うん、こちら簡単に言うと熱を通していない北海道十勝産の生の牛肉をフレーク状にし冷凍させたものですと。おすすめの食べ方は熱々のご飯の上に牛トロフレークを冷体状態でふりかけ、わさび醤油を回しかける牛トロ丼です。あこれ絶対うまいな。何これ。これはまずい。これはまずい。これまずいね。うますぎてまずい。うますぎてまずい。牛トロ丼約10杯分の 200g でお値段2484円。冷凍保存なのですぐに使い切らなくてもいいと、一人暮らしにとっても保存も便利と。熱々ご飯に凍ったまま乗せりゃいいんだって。うわ、うん、うわ、バター犬さんも同じこと言ってるね。薬味で白髪ネギと合わせてわさび醤油をかけるとさらに美味しい。この人言ってるな。サービー。蘇我さんもまあ同じようなこと言ってるね。これ正式名称なんですか。牛トロフレークなんじゃねえのかな。牛トロか牛トロ。牛トロなのかな。牛トロっぽいねなんかね。牛トロか。どっちだろうね。どっちだろう。いやーあーこれあーこれ。うまいな。これはうまいな。これはうまい。これうまいな。絶対うまいやつだ。とかってスローフード。なんかよだれ出てきちゃった俺。わかるわ。ペロって言うな。あこれはうまいぞ。これはうまい。3人に押してきてるからね、うん、何せ。うわ。これ牛トロですね。牛トロか。なるほど。うん、牛トロドットコムだね。牛トロ、うん、あコメントであるけどなんか9月28日からしか注文ができない。人気なんじゃない。人気なのかなこれ。もうあとあれ人気なんでしょ。なんか時期とかもあんのかな。どうなんだろう。これはこれはすごい。これすごいね。ちょっとはいこれ気になるね。これ気になるね。気になります。キープ、うん、はあこれ3で次いきますよ。はいはいはい、ラブホ、うん、お中村屋さんの解放漬け。あ、なんだろうね。海の宝あえて解放漬け。漬けか漬け。ペイさん好きそうね。うん、そうなの。多分ちょっといい、うん、やっぱちょっと聞いてみる、うん、俺漬けはね。でもこいつ商品紹介がちょっと下手かもしんねえな。あれいつも結構うまいよね、文章。じゃじゃっと米を研ぎ、バッサーと米を炊き上げ、じゃじゃーんと器に米を盛り、まりまりまりと解放漬けの熱々のご飯にかけ、ちゃ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 と口いっぱいにかき込めば、それはそれはもう頭がパーリンパイ、お米プンコ、馬原おすすめのチャンプ。お前標準さんが使ってねえやつ使うなよ。だって何もう忘れちゃった。全部忘れちゃった。何でもこのマリマリマリってかけるのなんかちょっと分かるな、うん、袋詰めの状態のにさ、うん、なんかをこううわってやるっていうあれなんかマリマリって感じする。解放漬け。解放漬け。中村屋さんの海の宝とか言って解放漬けって。あーなるほど。海の宝。はい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 。あーなるほどね。あーあーなるほど。はい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 。つぶつぶ的な。メカブ、はいはいはい、メカブ的なやつだ。知ってる。あーなるほど。あー俺これダメだわ。だどうかな。いやでもちょっと気になる。楽天で総合ランキング1位だった。あー俺これダメだな。ダメ。美味しそうだけどな。気になるな、うん、気になるな。えな最後まさかあんな格ゲープロ、うん、プロ格ゲーマーがあんなに出てくると思わなかったな、うんうん、あれでもここのあれだな
松前漬けダメ、違う商品には行かないでください。あ、ダメ？ダメです。好きなんだけど。次行きますよ。はいはい。カズロコのやつ。寒がりの白クマさんのカルカン。カルカン。カルカン。ちょっとなんだろう。カルカンなんか甘そうだな。いいですか一応。カルカンと聞くと猫かよと突っ込まれそうですが、缶詰のカルカンではなく鹿児島名産のカルカン饅頭です。まんじゅう、私の父が鹿児島出身なのですが一番好きなお土産です。山芋でできた皮と程よい甘さのこしあんがとっても上品。ちなみにあんこが入っているものと入ってないものがあるのですが入っている方が最初はいいかなと思いますと。山芋ね、自然薯そんなに好きじゃないな俺もね。山芋どうかな。でもあのちょっとスカスカのやつじゃない。あーなるほどな。あの周りのやつ。あーなるほど。まんじゅうか。俺好きだけどね。俺この和の甘さは好きでさ。はいはい、わかるわかるわかる、あんこの感じとか、ね、そうは好きなんだけど、カルカンか。あんこが入ってないって皮だけのがあるってこと。違うか、中のなんかスポンジみたいなのがあるのかな。あんこが入ってないカルカンもあるんだ、スポンジだけ。あ、なるほど。カステラみたいな。皮だけとか。皮皮美味しくない？饅頭の。わかるわかる。うん、皮だけだと美味しくねえかな。いや、まあ味ある程度味なんか。うん、そうですか。なるほどなるほど。割りかし気になる。うん。うん。続いて。はい。お佐藤さんの。うん。さぬきの名産一角というお店の骨付き鳥。ああ、ちょっと一ピースかね。いや、いい。欲しがるね。一ピースか、これ。私が皆さんにお勧めするのは、さぬきの名産一角の骨付き鳥です。うん、見た目にもインパクトのある、がっつりお肉を食べるぞと言わんばかりの一枚の大きなお肉。お皿に広がる肉汁が、肉汁が食欲をそそります。スパイスと塩がしっかりかかっているので、そのままかぶりついてください。あ、うまそう。ラップにくるんでレンジでチンするだけで食べられますので、キッチン周りがシンプルな方でも簡単に調理できますと。なるほどね。もう一個一個タッ、タッパーじゃねえや、パッケージになってんだね。みたいだね、うん、なるほどなるほど、うん、これはちなみにおすすめの食べ方は真っ白のおにぎりを片手に召し上がっていただきたいって、うん、うわあ、食べたい今。今食べたいな。あ、これ横浜にもあるんだな。あ、そうなんだ。横浜西口店って書いてあるな。ああ、なるほど。人気の店なんだろうね。そうだね。へえ。あ、なるほど。召し上がられる際はティッシュかおしぼり的なものを手のところに置いていただくことをお勧めしますね。ああ、いい、そんなのいい。うめえだろうな。うめえだろ、これ。これうめえだろ、多分。これうめえだろな、これは。聞いてるだけでわかる。これはうまいわ。玉ねぎの甘さとスパイスの辛さが癖になるんだってよ。癖になるね。あ、なるほどね。なるほどなるほど。はい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 。いや、まずい。ちょっともうきついな。一品だけ選ぶっての。一品だけですからね。いや、まずいわ。お願いしますよ。続いて、はい。たかやんさん。うん。愛知県瀬戸市にある瀬戸牧場のデリカセット。ん？デリカセット。うん。なんだ。まあ、うん。ん？牧場つった？うん。牧場つったね。なるほどね。牛肉系かな。いや、ハンバーグとかですね。あー。おー。ちょっと一応お前肉ならって感じになってるけど、お前そっち系。今回のテーマのお取り寄せグルメということで、炊飯器のない鉄塔さんでも手軽に食べられるお取り寄せグルメを紹介します。愛知県瀬戸市にある瀬戸牧場のデリカセットです。瀬戸牧場のデリカセット。内容は手ごねハンバーグ、デミグラス 220g×2 個、トマト 220g×2 個にスペアリブ煮込み 160g×2 個、ロールキャベツ 260g×2 個でお値段が3888円。あれ、ちょっとお手軽、お手軽っていうか、そんなにいっぱい入ってて、
ね、一つ一つ手作りで全て、包装の真空パッククール便で届きます。あら、うんうん、湯煎で食べられて保存もできるので、うん、食べたい時に食べたい量を食べられます。ぜひお試しください。だってさ、あら、なるほどね。あ、美味しそうだな。これアマゾンでも売ってんな。おーん。ああ、なるほど。へえ、そうっすか。これは良さそうだな。良さそうだね。うん、これ鉄塔さんいいですよ。まあ確かに。結構我らにとってもすごくいいですよ。楽だろ。楽だよ、これは。湯煎って楽だからね。そうだね。あ、入れて待ってりゃいいんだから。そうだね。P、うん、ちゃんさん。はい。うん、これ水郷でいいのかな。水里の、うん、トリアのちまき。ああ、ね、これちまき好きだけどね。はい、いいんじゃないですか。じゃあ、じゃあ別に鉄道さんが行くんであれば、うん、三輪車の皆さんはちまきという食べ物をご存知ですか。、うん、知ってますね。少し時期とは外れてしまいますが、私がいつもお取り寄せしている中華ちまきをぜひ皆さんに食べていただきたいと。はいはいはい、はい、水里水郷の、鳥屋さんというところなんですが、うん、ちまきを湯煎にかけて蒸らすだけで食べられるのでとっても簡単です。味付けもしっかりしていて、一家でもお腹いっぱいになります。味は保証しますので、ぜひ食べてみてくださいと。ちょっとこれ、ちまきってもち米、べちょべちょのやつだよね。葉っぱに、葉っぱにくるんであるようなイメージかな。うん、ほんほん、 なんでとこだったっけ。水郷鳥って読むのかな。水郷鳥、水の里。はん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 、水里ちまきなのかな。ちまき、ああ、うん、あー、うーん、なるほど、なるほどね。うますおう、あー、うますおう、なるほどね。これはうますおう、これはうまいな、これはうまいな。はいはいはい、はい、うん、うまいです、うまいですね、これはうまいですね。うまい、はいはいはい、なるほど。次いきます。はい、続いて、うん、エメカンさん、うん、アマノフーズのフリーズドライ雑炊4種20食セット。あー、あ、それは鉄塔さん好きそう。ちょっと鉄塔さん好きそう。お雑炊は俺もちょっと行きたいな。あ、じゃあちょっと行きましょう。今回のテーマお取り寄せグルメということで、おすすめはアマノフーズのフリーズドライ雑炊4種20食セットです。もともと今年お中元としてご近所の方にいただいたんですが、その手軽さと美味しさに完全にはまってしまったと。なるほど。白かゆ、カニ雑炊、酒雑炊、たらこ雑炊、4種がある。あー、なんといってもお湯を注ぐだけ、さらには待つこと十数秒で食せるという手軽さ、うん、ああ、これはいいかもしれませんよということを言ってください、ね、もう一回商品名を教えてください。アマノフーズのフリーズドライ雑炊4種20食セット。フリーズドライ、それは何、あの場合によっては何十食セット、50食セットが欲しいって場合もダメ。20食で言ってください。あ、50、うん、67食セットとかもある。ダメです、20食です。あ、なるほど、これは、うん、かなりいいですね、うん、あ、これは、なるほど。割とあの、あれだね、あの、あ、お手軽感。いや、なんかスーパーに、これ割とというかかなり手軽。うん、本当にスポンと普通にあの家にあっていいよっていう、うん、いいやつだよね、これね。ちょっとした時に本当に相当いいね。あー、これいいな。アマゾンにも、アマゾンにも売ってんだけど、うん、これ28食セットなんだよね。あ、ほんとだ。これダメ？箱で来るやつか、これ。4種20食セット。4種28食限定かな。てかさ、10種類とかあるよね。ある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 。種類やたらあるじゃん。これ、超いいな。カルボナーラ風とかよりもなんかあるぞ。なんか、でもそれじゃないとダメ。いいぞ。4種っていうだけのあるか。4種28食セットなら あります。あ、うん、アマゾンにありますね。おかゆ、たらこ、酒、あ、4種20食セットアマゾンにあるわ。あ、ある、うん、これ9点だって。あれ、放送終わった時なくなってそう。やべえな。やばいな。続いて、うん、なりさん、うん、うん、新潟県とちおの油揚げだ。あれ、入った。お話しください。あれ、油揚げだけで。油揚げ俺好きなんだよね。私がおすすめするお取り寄せは油揚げです。油揚げだけ。通常スーパーで売っている油揚げとは少し違って、
一瞬厚揚げかと思うくらい分厚くて大きな油揚げです。はあ、この油揚げ、とちおの油揚げを、とちおなのかな、イントネーションわかんないけど、フライパンやトースターで両面しっかり焼いて、醤油や大根おろし、ネギ塩などを乗せて食べると、でかっ、外はカリッと中はふわっとしてめちゃくちゃ美味しい。あー、これですね。なるほどね。先日私が買ったのはオリーブオイルで揚げた油揚げで、これはチーズやバジルソースを乗せてちょっとイタリアンな感じにしても美味しかったですよと。うーわ、本当に写真あるわ、そういうような感じの。へー、でかくない？まあ、一手間かかるけどっていうことだね。でかい、気になるな。そんな、なんかそんなでっかいの、でかい、なんかいいところの表札ぐらいあるな。すげえでかい、すげえでかいな。ん、え、ちょっとサイズ感がわかんない。あー、でかっ、ゾーリーだね。そうだね、ゾーリーぐらいは。ゾーリー、ゾーリーぐらいだな。え、ゾーリー下駄じゃない、うん、ゾーリだな、これは。ゾーリ？ゾーリ。ゾーリなんかペラペラのイメージがあるけどな。なんだろう。なんかゾーリってよく言わない？ゾーリ？とんかつとかなんかゾーリって言わないっけ？あ、わかんない。どうだろう。名古屋の方のあれとかでなんかゾーリっていう風に出てきてる気がするけど、気のせいだったかな。わかんない。レンガ。わらじだ。わらじ。バカ野郎じゃねえかよ。バカ野郎じゃん。わらじだ。わらじとは言うかもっていうコメント一番恥ずかしいな。わあ、恥ずかしい。わらじだったわ。ゾーリー。わらじとんかつ。同じだろうが。違うんか。怖。怖。わらじとゾーリーは。やからじゃけや。同じだろう。ほんま焼き。怖。見た感じ。どうなんじゃ。次行きます。はい。焦げ茶パンさんの、うん、琉球。え、沖縄系？それだけ？これだけ。何？なんだ？琉球？琉球っていう商品名らしい。なんだろう。大分、大分らしいよ。あ、漬物かな。いや、ちょっと気になる。琉球。琉球は、大分県の。お取り寄せ、琉球は、お刺身をタレに漬け込んだもの。あ、あ、そのまま食べて、お酒のつまみにお酒が進みますと。ご飯にのせて琉球丼にしても美味しい。あ、これは、琉球丼にお茶をかけてお茶漬けにするのもおすすめですと。わあ、大分琉球お取り寄せですぐ見つかるんじゃないでしょうか。ソウルフードだってよ、大分の。そうなの？大分、うん、大分琉球、これはこれはうまいぞ。これさ、これはいいぞ。いや、でも正直これは取り寄せて食うより、実際そのいや、そんなん言ったらダメだよ。琉球丼としてお店で出てるの食べたいかな。分からんでもない。まあ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 、そりゃそりゃそりゃそうだ。これはうまいやつだな。これうまいよ。これうまいわ。これ浴びてもいい。絶対うまい。これうまいわ。これうまいよ。これはちょっとお値段すんじゃないの。2000円ぐらいですかね。待って、お取り寄せ。お値段どのぐらいです？1940、俺が見てるところは1944円。安くない？それで、何食分なんだろう。2袋。2袋。ん？あー、なるほど。70g、1000円ぐらいか。うん、1食1000円。あー、でもそんな、いや、まあ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 、そんなもんだよな。これはまずいな。まずいね、うまいね。まずいぐらいうまいね、これね。これまずいぞ、これは。あー、なるほど。ちょっと何個、あれすごいやばいな、お前。興奮しすぎて声ガッサガサになった。ガッサガサになった。3つですよ。あ、3つ。お、2つか、2つだ。あれ、おおおお。エミムさんの中田食品薄塩味梅干し。あ、いく。なるほど。行くんですね。うん、行く。どうぞ。この人、実際に我が家ではお取り寄せをしてないので身内の話になるんだけど、郵便局のお取り寄せで中田食品薄塩味梅干しという梅干しがあるんですが、塩分控えめでとっても美味しくリピーターになっているようですと。梅干し。まあ郵便局といっても実際にはいくつネットで買える。お、うん。まあ梅干しこの人は食べれないんだけど、
なぜおすすめするかというと体にとてもいいからだ。あら、ああ体にいい。まあまあ血液サラサラ、体のバランスがアルカリ性で整い、免疫力が向上し、疲労回復も高まるみたいな。まあ、なんこの人実際食べてないからね、どんな味だっていうのはちょっと分かんないけど、まあこれがすごい。いろんな梅干しの種類あるけど、もしこれにするっていう場合は俺の好きな梅干しで、あ、でも、うん、薄塩って言ってた、うん、薄塩味、薄塩味、ああ梅カツオではないね、すすじゃないです。そっか、中田食品の薄塩味梅干し。あーでもなんか、あ、梅干しかあんまいかねえな、こういう機会がないといかねえな。1キロで3456円だって。1キロ、うん、1キロってど1キロどんなもんなの、わかんない。あ、梅干しね、梅干しそんななんだよな。まあわかる。でも1日1個食べれば健康になるってことでしょ。まあ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 、そうじゃない。なるほど。いい梅干しってなんかすげえんでしょ。でもすごいんでしょ、言うよね、いい梅干しって、うん、俺多分そんな食ったことねえわ。俺もない。なんかウイスキーにもなってんのか。梅酒か。梅酒、梅ワインだろうね。梅酒だ。あー、次行きまーす。でも、なおさん、でもすげえ送ってきてんじゃん。ほんほんほん、うん、京都丹波魚政の瀬古ガニ宝船。瀬古ガニ、瀬古ガニ、瀬古ガニ宝船。うん、カニ、カニ、なんだろう。一応あれ聞いとこうかな。あれ、私の大好きなカニのウチコのおすすめがありますと。うんうん、身も濃厚なウチコのプチプチっとした外子をなんだなんだ、カニの甲羅にすべて詰め込んだ宝船です。解凍したら手軽に食べられます。カニのウチコの美味しさを知らない人が多いので、ぜひと。ちょっと待って、もう一回教えて、名前教えて。名前は京都丹波魚政の瀬古ガニ宝船。魚政、京都丹波瀬古ガニ、瀬古ガニ宝船出てくるかな。あ、出てきた。おお、ん、瀬古ガニ宝船、すげえな。あ、これがカニの中に、なんかもう詰めて並べてあるみたいな感じ。そうだね、カニのすべてが入ってるみたいな、すべてをここに置いてきたみたいな感じだった。うん、これ超食べやすそうじゃん。これ楽ちんだね。カニってやっぱ食べるの大変だもんね。そうなんだよね、うん、カニを食べない理由の一つがそのめんどくささなんだよね。まあわかるわかる、分かる。セットみたいなのが必要だもんね、なんかね、うん、カニホジールが。ちょっと注文フォームちょっと見てみよう、いくら。お値段はね、小サイズ130g 旧仕様5匹セットで3500円。おお、どんぐらい小でしょ。ちなみに、超特大サイズ 250g メガセット10匹セットが、28500円。あ、でも販売終了だな。ああ、なるほど。うん、でもそんぐらいから、だからお手軽なところからいけるっていう感じかな。なんかこれご飯かけてもうまそうだな。いや、これうまいだろうね。これうまいよ。うまくないことないもん、多分上がる。なるほど、やっぱお手軽さとかも含めてだよね。決まりました。まあまあまあ、まあ、決まりました。俺も決まりました。俺も決まりました。こっちにしよう。決まりました。はい、じゃあドンさんからどうぞ。じゃあ私はですね、はい、とちおの油揚げで。おお、なるほどね。行きたいかなと。なるほど、思っております。はい、じゃあぺちゃんこさんは、フリーズドライ、雑炊。なるほど。で、私は第一候補です。じゃあ、鉄道さん。私第一候補は、はい、アマノフーズのフリーズドライ。来たね来たね。雑炊4種20食セット。うわー、かぶった。お前、うわー、かぶったじゃん。俺、うん、これ以外もあるんだけどな。4種、6種とかもあるんじゃないの、これ3種とかもあるし。じゃんけんしてもらっていいですか。じゃんけんだね。じゃあ僕はもう確定ですね。そうだね。よし、じゃあ、うん、どうしようか。じゃん、じゃあドンさんの合図で俺が言った方がいいんだね。うん、うん、じゃんけんポンで、うん、じゃん
じゃんけんまで言ってくれたらポンのタイミングで言うね。そうだね、うん、うん、はい、いきますよ、うん、はい、最初はグー、じゃんけんグー、ジャッキー、よし、遅くなかった、私じゃないもん、私じゃないよ、私じゃない、いや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 、ちょっと今、まあちょっとしたズレはあったけど、やった後にグーって言ったよね、嘘、ちょっとしたズレはあったけど、でも、いやいやいや、ちょっとえ、うん、嘘、でも、うん、まあでも嘘、ほぼ同時でしたね、マジかよ、ほぼほぼ同時でした、食べたー、よし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 、食べたー、よし、いただきました、はい、雑炊でーす、だって雑炊&お粥だからね、いやお粥ですね、うん、4種の20種類もいけるんだから、あれ誰か好物だったな、お粥が、お前だってお前バカだなよしよしよし、いただきました、じゃあ僕は、うんうん、牛トロフレークで、ああ、大丈夫、教授さん買ってきてくれるかな、本当ですね、それが結構ちょっと心配ですね、うん、そうだね、買ってこれなかったら、いつ帰ってくんだあいつ、もうすぐじゃない、もうじゃないっけ、ちょっとそれ聞いてみて、うん、難しそうだったら、うん、あ、じゃあなんか違う、うん、もう一つじゃあ、あ、じゃあもう一つじゃあ、難しそうだったらちまきにします、あ、なるほどなるほど、中華ちまき、中華ちまき、なるほど、水郷鳥なのかな、うん、うん、あー、そうですね、なるほど、これプライベートで買っちゃダメ？ダメだよ。とりあえずダメです。とりあえずダメ。とりあえずダメです。じゃあ終わったらか。うん、来週が終わったらダメですよね。もしそのなんか気になるんだったら、うん、その後ね。1ヶ月。うん、1ヶ月後解禁。いや1ヶ月はあれでしょ。うん？